はい、お待たせいたしました。えー、こんにちはでございます。お待たせ。過ぎたかもしれません。というのはね、お昼ご飯食べた。<laughs> 最後の講義にしてお昼ご飯を食べた。<laughs> あの、朝ごはんも食ってなくて、今日のね、ハバスト祭りにはね、体力が必要だと思ったんで、えー、さすがにねあの、食べようと。ささっと。青葉山のセブンイレブンに行きました。今日はローソンじゃなくてセブンイレブンに行きました。 えー、シェアして食べるバウムクーヘンはなかったです。残念。ね、でだけど、しましたのは、これも大好きですね。ふんわり生どら焼き。やっぱり生で、あの生クリーム、白いのがありますね。セブンイレブンさんご提供のふんわり生どら焼きですね。えー、ドモグタイムが、えー、そのうちあると思います。にはですね、皆さんも 甘いものでモグモグしていただければと思いますどうぞよろしくお願いいたしますあ、り太うさんこんにちは、えー、初論文がジャニュアリー三十一付、えー、昨日ですね、アーカイブに投稿されましたお疲れさでございます論文さ、そう、投稿してさアーカイブに上がった時ってさ初めてでしょすっごい嬉しいよね <laughs> あの、論文というのはまあ投稿、雑誌社に投稿してで出版までに差読というものが減って でその査読対応していいですよ、このね、緊急のね、内容いいですよ、みたいな。えー、査読されて、審査が降りて、で出版許可が出る。でそれをもって、まあね、あの出版っていうことで、それが一つのステータスなんですけど、なんかね、もうその手前のね、もう書き上げた、それをもうみんなに見てもらいたい。いや、恐る、恐れる気持ちというか、不安な気持ちもありつつの、でも俺がやったこの論文というものが、世界に轟く、この快感。 アーカイブで。うん、この気持ちね、忘れたくないね。<laughs> おめでとうございます。いや、でも今でもそうなの。今でも僕でも、その、ね、何本も論文書こうが、やっぱり、ね、アーカイブにあげるときが一番気分いいんですよ。しなんつうの、出版作、査、え、読、ー、出版局が出て、出版ですって言われて出版するってのも、なんかすごい、その後はなんか、割と期間があるので、なんかね、ちょっと間あるなっていう感じがするんですけど、アーカイブ上げるとき一番テンション高いんですよね。 できた見て、ねね、直したあと、ね、一番いい時バーン出した時によしほらーって思うんですけどそっから出版までが長いんでですよね <laughs> でもねなんかね気分的にアーカイブ上げる時は一番テンション高いですいま、えー、だに僕もそうで、えー、去年のね一番最後に出した論文とかもあの自分の中では主曲の出来だと思って、えー、出したんですけどね2ヶ月ほっとかれるっていうね <laughs> 2週間で査読ができますっていう雑誌だと、2ヶ月待たされたから、さすがに年末年始にあのお願いしますっていうね、あの連絡したんですけど、そしたら帰ってきて、そしたら3週間以内に査読対応しろって、あっぺーっていうね、でしかもその査読がね、いい感じの査読だったんでね、結構対応に苦慮するというか、新しいことを発見しちゃったんで、<え>どうしようかなーっていう感じで、ね、ちょっと時間空いてしまっていますけどね、えー、関係各社。 どうぞよろしくお願いします。はい、横島ちゃん、こんにちは。ハバストでございます。ルルさんは、こんにちは。今日サドルポイントイクエーションで今日ね、出てくるものを予告していただいております。ア、え、キ、ー、さん、こんにちは。ハバード・ストラトのビッチ変換祭り、えー。山田さん、こんにちは。ガウスの森。ウガウスウスの森。<laughs> ガウスの森。中田ガウス、えー。本さん、こんにちは。オープニングかっこいい。ありがとうございます。そろそろね、あれも2022年の時のなので、 えー、当時いらっしゃった大学院生の方々のね、成果とか並べてますけれどもね、今の、えー、で、なんだろうな、修士論文書いている子たちとかね、えー、大学院生の方、ね、学部生の方々の活躍もね、載せたいのでね、あの、てんこ盛りになるんじゃないかな、ですけど、えー、ちょっとブラッシュアップね、2024年版っていうのをね、出したいと思いますね。そろそろ研究室紹介のね、時期でもありますそれに向けてね、動画を作ろうかなと思うんですけど、まあ、まずはね、何はともあれ、えー、明日ですよ。 コンタムコンピューティングフォーユーザ・セカンドチャンスが始まりますんで、それのオープニング動画を作る余裕が俺にはあるんだろうかっていう感じでね、えー、今日も寝不足で頑張っておりますけどもね、今日のだってさ、授業のさ、準備だってさ、昨日の夜中の1時とかにさ、やり始めてさ、えー、朝5時に起きてさ、やってんだんで、<laughs> やってんだんで、<laughs> 頑張りますよ。<laughs> はい、おめでとうございますですね。ねみんなのね、このおめでとうございますがね、集まるともすごい嬉しいです。ね、えー はい、両忠さん、ありがとうございます。ちなみに雑誌への投稿は、指導教員が前の論文で、レフェリーと一文着あったらしくない中です <laughs>。いろいろありますよね。でもレフェリーとの夏相性とかね、いろいろ運というか、ガチャ要素ありますね。はい、明日からです。よろしくお願いいたします。はい、明日とね、孫さん、ありがとうございます。まだね、あの登録等々していないという方、ぜひともしていただいて、あの無料でございますので、ね、登録するの,、ねえー、のには別に。 気にならない,ないというか、えー、そのまま登録していただいて、まあ、自分の受けられるペースで、ねえー、受講していただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お手間をおかけして申し訳ないという業務連絡でございますけど、<laughs> 今日はね、あのね、まあ、今日はというか、やっぱりですね、この YouTube 経由でもそうなんですけれども、だんだんとあの活動の幅が広がったおかげで、ねえー、重ね合わせの状態ですよ、もうエンタングルメントでございますよ、もういろんなところでですね、えー、と私たちの活動、 ね、応援、支えてくれてる人たちがいて、まあ、それでもってあの動いてるわけですけど、今日僕、今、こうやって抗議してるじゃないですか。でなんだけれども、あの実は裏では、1時から、えー、なんだっけ、量子イノベーション、えー、会議って、流れてるらしいですよ。<laughs> 内閣府の方々とかね、えー、関係各位のね、犠 が集まってでと例えば東北大学っていうのは量子ソリューション拠点っていうのに認定されてるんですけど、えーまあ、その量子ソリューション拠点ではどんな取り組みをしてるんですかっていうことでご応援くださいって言われたんですけどやっべえ俺講義じゃんっていうことであんまと出られない、ね、出られない場合にはどうしたらいいかって言ったらねあの代理で、えー、出席していただいてですね、えー、僕らの拠点の活動について一番よく知る人物ご登壇いただいて私のチヒッターを頼んで けどねまあ、僕が出るよりもきっと、えー、何でしょうね伝わるというかどういうコンセプトでどういうことをやっていてでどんな参加者がいるかっていうダイレクトに伝えていただけると、えー、その方のね 私は、えー、集中して大学院講義をしたいと思います。えー、もう一時過ぎましたね。えー、今日は、えー、15回目、最後の、えー、情報基礎科学としての数理情報学でございます。はい、裏番組をかされております。<laughs> 確立委員さん、頑張ってお願いします。よろしくお願いします。東北大学を支えていただいております。ありがとうございます。 えー、確立新福さんは量子イノベーション会議で量子ソリューション拠点そして、えー、明日からのねクォントムコンピューティングフォー u ザセカンのチャンスもそうですけれども、えー、QA4UQC4UQX4U 関連の皆様の活躍を、えー、政府に届けるために頑張っていただいております僕はみんなのために講義をやりたいと思いますというわけで始めていきましょうどうぞよろしく起立気をつけレイ というわけで、これが本当の重ね合わせの状態っていう感じだと思いますけどね。いや、重ね合わせの状態じゃないね。エンタングルメント来たね。えー、こっちで、この大関の顔していて、でその、ね、内閣府の会議の方では、確立振幅というものがこのそ存在していて、この両者がつながってるんですよ。今、YouTube のね、この番組中でね。すごいよね。呼び込みかかるまでここにいますですね。ちょ、はいと。待ってって感じですね。確立新服さんが、だますということで、確立新福さんが政府系プロジェクトのですね、 の代理を務めてていいただいております <laughs> じゃなかったらね心置きなくこうやって講義できないんでね本当にねあのみんなの何でしょう支えあってでございますねほんととりわけ確率心福さんいろんなところで重ね合わせの状態とエンタングルメントしていただきましてどうもありがとうございますというわけで、えー、今日はですね時間がないですはい、えー、間に合うかどうかが戦々恐々としておりますまあできる限りねあの丁寧にやりたいところではありますけれども、えー、最後の授業ねきっちり終わりたいと思いますんでどうぞよくお願いいたします で前回、何をやってきたかっていうとね、前回まではレプリカ法っていう計算方法を利用して、エネルギーとエントロピーというものを両者計算して、自由エネルギーというものを計算してる。で、その自由エネルギーを計算するためには、スピングラス理論というものがありまして、そのスピングラス理論の中でとりわけ重要なのが、レプリカ法というものでございます。 で、なんでそういうレプリカ法っていうのが必要なんですかっていうとこの問題においてですね、えー、重要な要素の一つが、えー、ここですね Aμ って書いてあるこれは変形の,あの連立方程式の行列に相当するものですけどその行列がいろんなパターンを持っているいろんな問題ありえるよねそういった問題に対して例えばラッソをやった場合にどういう性能を持つか平均的にはどんな性質を持ってますかっていうのを今調べたいと思っております。 なので、この aμ っていうのは、でたらめな乱数にしておいて、いろんな問題パターンを当てはめた場合にどうなるかっていう平均的な性質を調べようと今しているんですねで。そのために必要な計算方法がレプリカというわけでございますで。そのレプリカ法の計算を進めていっている途中でございまして、今私たちが注目しているのはエントロピー項というところまで来ました。 具体的にはこんなもんです。X について積分してくださいというのが分配関数、自由エネルギーの計算の基本的な、えー、やるべきことです。でそれに対して、事前分布に相当しますけれども、まあ、例えばラプラス分布とかを置くと、えー、ラスト、イーストアブソリュートシュリンケージセレクションオペレーターズですね <laughs>、えー、ラストという、ね、計算方法がありますけど、推定方法がありますけど、その場合についてどうなるかってことを考える。 でただしそのエネルギー行の方でちょっとサボってるんですね、えー、計算をする時に X の積分に全部押し付けてしまえでその際にこの QAB というパラメーターは x ましたこの q a は x カ A X レプリカ b という異なる素え字を持つものに関する内積なんですけれども、えー、それについて qAB というふうに数字にしちゃって後回しにしてるんですよ もともとはこの QAB っていうものは手前でもう出てるわけです。<laughs> まあ例えばここの Large Q とか Small Q とかその現れの一つでございますけれども、えー、ここでね定義してますね。QAB とか Q0A とか Q0B、QABQ、ね。こういうふうに定義してますけど U なんですよ。U って何って言うと A と X なので、こいつ X なんだけど、 QAB っていう風にしておいて X のことは忘れて忘れて忘れてとにかく計算できるようにしちゃったんですよ。であとで X だったねって思い出すっていうのがこのエントロピーここでございます。な後回しにしてるわけですね。でなんだけれどもこのデルタ関数ちょっと扱いにくいよねっていうことでフーリエ,ーリエ変換を使ってデルタ関数の積分表示を使ってこういう風にしてます。ね最初難しそうだなって思うんですけど重要なのは やっっぱりここれででですす。ね、<coughs> QAB XAXB チルダ、X A X B ってことで二次関数なんですだからガウス積分が指数関数の型について考えるとできちゃうじゃん。そういう形になってます。ので、えー、それぞれ2分の9チルダ、スモール二2分の9チルダ、こいつはマイナス、えー、m チルダっていうふうに適切にですね積分変数を置きましてガウス積分するぜという準備をしています。 で実際に、えっと、一つ一つできるところからコツコツとやっておりました。救急チルダー、スモール救急チルダー、MM チルダーなどなどまとめるとこはまとめました。そして XA の和、2乗の和ですね。ここはガウス積分できそうです。けどここが怪しいよねっていうところでみんな大好きハバストを打つというところでございます。2乗になってればハバード・ストラトのビッ ができるし二乗の和だったらガウス積分できます和の二乗とか困るんですよ二乗の和ならいいんですよこれ線形代数的な心で言うと対角化されてるってことです各成分の二乗二次形式で言うと二乗されていて何かしらの係数っていうのが固有値であるとでその固有値で和が取られてるよっていうことでこれ対角化された状況だよねってわけです だけど、例えばこれ、2次関数なんですよ。xA と xB っていう意味では、2次関数なんだけれども、えー、こいつは対角化されていません。だって、非対角成分じゃないですか、これ。対角って何っていうと、これですよ。だからこう、箱があって、で、ここの添え字を A、ここの添え字を B って書きます。で、最初のところのシグマ A って何っつったら、A と B が等しいところだよねってことで対角成分なんですよ。これは OK。ガウス積分できる。 けど A と B が等しくないこのね左上とかあ左下とか右上とかは非対角成分でございますので、えー、そのままだとガウス積分しづらい形になってます。ということでこんな式変形を思いつきました。A と B が等しいところを抜けっていうことですのでマイナスしてます対角成分。非対角成分に関しては和の二乗ってやればクロスタームで全部をへめぐることができますよねってことを利用してます。 でそうすると、何かの二乗。そして、二乗の和っていう形になりますので、まずこの二乗の和についてはまとめちゃえ。二乗、あ和の二乗っていうのはどうしようってことで、ハバード・ストラトノビっていうのを導入します。和の二乗であれば、このね、ガウス積分を右から左ではなくて、左から右、逆に読みます。ガウス積分をすると、平方完成をして、何かの二乗っていう残りガスが出てくるんですけど、それを逆に読みます。 指数関数の2乗っていうのがあればガウス積分の結果なんだよっていうふうに読むわけです。そうすると積分は1個増えるんだけれども2次の項が1次の項になるのでこれは計算できるって形ですね。実際にこの xA に関して xA に関して同じ項があるんですよ。ってことは係数を係数を合わせてあげればガウス積分できるできない部分はなくなる。 ここは一次項だから積分できそうですよねっていうところまで来ます。これがハバード・ストラトノビッチ変換の役目でございます。で、実際に続きいきます。<laughs> 波線部分のやつですね、ここの部分、イコールしますと、ガ <laughs> ウス積分の dz っていうのを導入はするんだけれども、エクスポーネンシャルマイナス2分の1、q ューチルダスモールキ q ーチルダ <laughs> 二次関数二乗の和。これはガウス積分できます。プラスまた和、ね。で、ルート Q チルダーの Z がいらっしゃって、M チルダーの X0 の変値、XA で A について。で、さらにマイナスベータのラムダーの L1 ノルムに関しても、レプリカ添えジの和っていうふうになってます。 で指数関数の型で和を取られてますので、それは積分なり計算をしてから、最後、掛け算をしてあげればいいよねってことになりますので、レプリカ数、small n と同じものが続きますということになりますで。さらに言うと、これですよ、これですよ、これですよ。 ベクトルの各成分の和各成分の内積だから和各成分の2乗だから和になってるのでこいつについても1つの成分について積分しておいて積を取れば掛け算を取ればシステムサイズ今次元は n 乗でございますので n 個同じものを掛け算してあげればよろしがなっていうことで計算が進みますで実際においしょインテグラル Dx <laughs> エクスポーネンシャルマイナス2分の 1Q チルダスモール Q チルダ d 1成分について考えますプラスルート Q チルダ z プラス MX01 成分について考えます X マイナスベータラムダ絶対1 l 1ノルムは絶対一の和だったんだけど1成分について考えますなんかどっかで聞いた話だなで積分をしてスモール N 乗 <laughs> ねっ でそれで、えー、最後に DZ ガウス積分してあげてくださいその結果も N 乗してあげてくださいというなんかどっかで聞いたことない <laughs> 本来は N 次元のベクトルの話だったんですよで行列があったはずなんですよだけどなんか行列がなんかいつの間にかなかったことになっていてベクトルになっていて内積だとか L1 ノルムになっていてで同じ計算をするだけだから各成分の和にしましょう各成分の和ってことは指数関数の型 で和を取るってことは積を取ることだよねってことで一成分だけ考えなさいってってんでしょなんかどっかで聞いたことあるんですよねそう近接勾配法でやったじゃないですか分離性があるってやつですね、えー、行列があってベクトルがあって混ぜ混ぜされて困ってるんだけれども、えー、例えばテイラー展開使ってあげて近接勾配法っていうのを使いましょうとでそうするとベクトルの話になって行列なかったこと言ってベクトルの話になる 各成分の輪になってるから、独立して解いて、一つ一つ解いて、全部の成分の答えにしろ。レプリカ法の計算やってたら、なんか同じこと出てきたじゃねえか。どういうことって感じですね。はい、でそれで、もうこれでほとんど計算終わりまして、n がちっちゃいぞという事実を使います。<laughs> ここですね。small n がちっちゃいぞ。x について積分した後に n 乗してくださいということでございます。 でこの n 乗っていうやつね、慣れないとなかなか難しいんですけど、dz の積分しますよ、x、small n 乗じゃないですか。で、large <laughs> n 乗なんですけど、これ、こういうふうに式変形していくださ、はい。インテグラル dz で、エクスポーネンシャル n のログの積分です。ね、で、そいつに対して、指数関数の部分をテーラー展開していください。 インテグラル DZ の1プラス N のログ積分なります。で、1を積分しても1だし、N で Z で積分するっていうのがここにあるんですけどもこいつをさらに N 乗してくださいっていうんですから、small n がちっちゃいことを利用すると、NNDZ とログの積分っていう結論。 そうすると、Z っていうハバード・ストラトのビッチ変換によるガウス積分っていうのは最後残っちゃってますけど、ログの X の積分、1成分についてやればよい。1個積分してログを取って、Z をガウス積分すればいいから、2個の積分なので、まあいいじゃんって。手でできれば最高だし、手でできない場合には、そういう場合には数値計算、コンピューターに計算してもらえればよろしいですよと。 で、ここの計算ね、慣れないうちはちょっとしどろもどろになるかもしれないですけれども、よくやる計算でございますので、えー、メモしておきましょう。よいしょ。よし。今のところ順調だぞ。間に合うぞ。よし。よし。ね、これで、あの、私たちはこの、心置きなく、えいしょ。ハバスト祭り、ダウス積文祭り、統計力学祭りをやって、えー、確率隔離福さんを応援しましょう。よくやる。で、3番。 インテグラル DZ がございまして、ういしょ、<laughs> 積分が入っていて、えー、N 乗っていうのがあるよ。<laughs> こういう状況が必ず出てきます。で、こいつについては、えー、DZ エクスポーネンシャルを使いましょう。なんか複素関数論みたいですね。ログの積分で。<laughs> で、ラージエで、こいつについて、テーラー展開。 n がめちゃくちゃちっちゃいよ。ゼロリミット取りますからね、最終的にね。っていうことで、1プラス <laughs>、インテグラル、あ、ごめんなさい。スモール n、ラージ n、えっと、えー、ログが出てきて、こんにちはと。よいしょ。ね、今やった計算をここでメモしておく ということで、何が分かりましたかっていうと、指数関数の肩にあるやつ、何があるかっていうと、エントロピーがあります。エクスポーネンシャル、NNSQ ってやつですね。で、その手前では、えー、エネルギーというものを計算しておりこの指数関数の、ね、部分のことをエネルギーと私たちは名付けました。すげえ戻るんですけどね。エネルギー。エネルギー。 エントロピー、今計算したのこれね。で、この2つを足し算します。Q についてはまだいろいろと動きそうです。で、Q については積分してください。それが、えー、Zn 乗の範囲平均になで、お前なんで Zn 乗を計算したんですかってちょっと戻っていくと、レプリカ法のためなんですよ。Z の n 乗から1を引いて n で割った、まあ次部分ですね。 n の一次部分について注目しますそれはログ Z になるから。ログ Z って何ですか自由エネルギーだから。ということは、自由エネルギーを計算するためには、Z の n 乗の一次の部分、n の一次の部分を見ればいいよって言ってます。よっしゃー、じゃあその部分について、エネルギーとエントロピー、それぞれの項から見ていきましょう。マイナスベータ f エネルギーは <laughs>、n の一次のところだけを見ます。よし。 <laughs> n の1時だけ。で、そうすると何がわかるかっていうと、まず2分の α というのが出ます。先に書き写しちゃうね。1プラス β のラージ9引くスモール q 閉じかっこ 2π マイナス2分の αβ1 プラス β のラージ9引くスモール q 閉じかっこロー引く 2m プラススモール q これエネルギー項。 でプラス2分の1、99チルダ、プラス2分のスモール、99チルダ、マイナス、mm チルダです。えー、大関田中健の人たちは毎回毎回書いているこの項です。<laughs> で、プラス、インテグラル、dz のログの x で積分をしてください。エクスポーネンーシャル、何がしか、えー。エントロピー項にあるやつの積分です。<laughs> という答えにまずなり。 で、ここで、ね、アルファっていうのは m と n の比です。で、先生先生、ラージ n ってあったはずなんですけど、なんで消えてるんですかこれはベータ f っていうのは n で割ったものでございます。ラージ n で割ったものでございますので、n 分の1ログの z の範囲平均。これですね。n 分の1しておりますので、ラージ n 消えます。よく見て。 あったんですよラジエル。だけどそれはいらないってわけ。例えばここにもあったんですよ。ラジエル、ラジエル、ラジエル。いらない。スモール N ないです先生。スモール N の1時の部分だけ見ろ。1時。これは2時とかあるけれども、1時の部分はマイナス N だけなんで、マイナスしてください。マイナスしてください。マイナスです。で、マイナス N の部分見てください。だから、MM チルダを出してください。そんな話です。えー、エネルギー号の方も、えー、思い出したいって方はこれを見ていください。 そうすると、ほら、2分のアルフね、ログの1プラスベータの吸引、2分のベータと、ね、ありますよね。だから、こういうのを抜き出してあげてくださいねってわけでございます。<laughs> はい、それでは、よいしょ。こんな形で答えができました。<laughs> でなんだけれども、はい、よーく見ると、一緒しッ <laughs> Z の n 乗のインテグラル d Q って書いて、エクスポーネンシャルマイナス NN ベータのエネルギー Q でプラス NN の SQ です。これを計算するのが本来ですよね。だから、まだ Q の積分できてないじゃん。このエネルギーとエントロピーのこう書だけ書いてるんですけど、先生、違くね積分あったじゃん。 積分なくしてるじゃん。ダメじゃねえそういうふうに思いますよね。9で積分はえー、そんなの無理に決まってんだろってわけです。9で積分しろって言われたって分、えー、かんないですよね。よく分かんないですよね。ラージ Q ってどこに載せたら、なんか対数があったりとか、分母にあったりとか、こんなところにあったりとか、よく分かんない数式じゃないですか。で、そのラージ Q について。 ラージ q もスモール q もスモール n もそうですけれどもそれを動かして積分しなさいって言ってるんです。無理ですよね。指数関数の方にログがあって分数があって無理無理無理って。ビュース定理使うかうーん、なんか難しそうですよね。でどうするのっていうと、えー、これを注目します。n が大きい、n が大きいです。これがめちゃくちゃ大きいということを利用して <laughs>。 安定法といいうのを使います積分するする詐欺パート2です。あの応用数学 A とか B とか学部の講義を聞いたことある大関の学部の講義を聞いたことがある人は積分するする詐欺ってのを知ってると思うんですけど積分するとは言ってるんだけれども例えば流数定理ってあったじゃないですか。関数関論あれって何やってるかってうと積分してないんですよね代入してるだけじゃないですか。なんか計算してなんか代入するだけでしょ。あれは僕は積分するする詐欺って言ってるんですけれども。うん え実際には、<laughs> あの、で、代入の計算で済んじゃう。で、この、暗転法を使うと、積分するする詐欺、パート2でございまして、積分しなくていいです。代わりに、微分をするっていう計算が必要になります。というわけで、ステップアップ、よいしょ。暗転法というものをよ、よします。 で、えっと、どういう仕組みですかっ言うと、何か積分があったとしたで、その時に指数関数があって、係数 n があって、で、なんかごちゃごちゃ混ぜ合わせた関数がありますと。今の状況ですよね。e とか s とか書いてますけど、とにかく q に関する関数。で、係数 n でまとまります。で、この n がめちゃんこでかい時です。 例えば、統計力学の出身はあ、ね、原子分子とかのたくさんの粒子が集まったシステムですで。目の前の物質を相手にします。物質にはどれくらいの原子分子がいるんですかって言ったら聞いたことありますよね。アボガドロ数個ぐらいいるって。10の23乗個いるってです。めちゃくちゃでかいじゃないですか。それについて、指数関数の型に関数があって、積分しようっつうんですよ。すげえでかい数字よ。指数関数、エクスポーネンシャルの 6.02×10 の23乗個っすよ。指数の指数っすよ。 えじゃんこで、かいよねで、それを考えると、これ落書きですが、<laughs> 横軸9ね、イメージです。あ、僕がかぶって <laughs> 横軸9でちょっとイメージしてみましょう。これ落書きよ。ノート取らなくていいよ。で、なんかいろんな関数の値取るわけじゃん、こう。で<適>当。<laughs> で、これが G オブ Q です。で、指数関数の N 字をしてください。でかいところはすっげえでかくなるよね。<laughs> で、 まあ、もちろん他の関数の値もでかくなるんだが一番でかいところとえ何かしらの gmax それ以外のところがあります gq ありますこの値とここの値の比を取りますエクスポーネンシャルの n の gmax で割り算してエクスポーネンシャルの n の gq といういろんなところの値の比を取りますエクスポーネンシャル でそうすると、エクスポーネンシャルの n の gqgmax ってなりますよね。ということで、この部分、最大値から、ね、それぞれ他の値について引き算すると、最大なので最大値の方がでかいに決まってますから、ここの部分は負になるはずなんです。でエクスポーネンシャルマイナス n、めちゃくちゃでかい数字です。指数関数マイナス、めちゃくちゃでかい数字ってことは、 指数関数関的に潰れるはずなんですよつまりありえない。統計力学って何ですか確率分布の規格仮定数を求めます。ということはありえる状態ありえない状態いろんな確率を足し算するわけですよ。でそしたらその確率が指数関数的に丸つぶれーっつってるわけでしょ。どこが残るっつったらここが0。 Gmax と Gmax で引き算された最大値のところしか残らないよね。そこの部分が積分に一番寄与してそれ以外は相対的にゼロだよ。じゃあ積分なくてよくない。っていう話になるわけですよ。でこれが暗転法。エクスポーネンシャル <laughs> N の Gmax、ね。でそれを形式的に Gq スターって求めます。 Q スターって何ですかって言ったらマックスのところなんですけれども私たちはその最大値を調べるためにまずは微分をします微分をしてイコールゼロ極大値の候補を求めますそれでその極大のうち <laughs> 望む楽は最大のもの大きさを比較して一番でかいところを求めてあげてそれを答えとせよとです暗転、はい、方程式と言います この G という部分に注目して Q というものについて微分しましょうそうしたらイコール0が分かり特大値ですそれの一番でかいものが最大値ですということでその最大値を探すための方程式安定方程式というものを計算して積分するんだけどさ積分すんだよ <laughs> 積分するって書いてあるのに微分するんですよで理由は安定法が その一番でかいところしか寄与、えー、しないからですというわけですで。そうすると、この small n,small n もそうですが、βeq-sq プラス、今まで計算したやつを上でまとめてるじゃないですか、足し算してるじゃないですか、これのことなんですよ。とりあえず積分記号を忘れて、並べました、今までの結果。それはこの指数関数の型のことを言う。それについて、q で微分しましょう。微分しましょう。 ししましょう。そうすると最大値になるところ暗点が分かってそれが寄与するよ積分しなくてそれ自身が寄与するよログを取って N で割って G オブ Q そのものだよって言ってるのでこれが答えになります自由エネルギーが答えになりますだけどその Q の値は具体的にいくつですかそれを求めるのが暗点方程じゃあ暗点求めてみるよ <laughs> 安定方程式って言いますここまで求めることが一人でできるようになったらうちの研究室では0.8人前って言います <laughs> まだ先があるんですねじゃあ微分しますラージ Q で微分してください <laughs> ここにねいろんな数式ありますけどラージ Q でまずは微分してみましょうそうすると例えばえここですねラージ Q ここにいらっしゃいます 微分すると、9チルダが出てきます。他にもラージ Q、ここら辺にいらっしゃいますので、ここら辺で微分してあげます。まずは、ラージ Q について微分します。そうすると、二分の一9チルダ、<laughs> 第1項から2分の α の1プラス β のラージ Q、スモール Q 分の β。で、プラス2分の α、 1>, 1プラスベータのラージ Q- 引くスモール l の2乗分の、えー、ベータが2個になります。ロー -2m プラス Q です。なんでって言っていただければいいです。ログのところで微分、Q について微分ベータって係数が出てきます。1次、マイナス1乗のやつありますけれども、これで微分するとマイナス1が出てプラスになって2乗分のですね。 ラージ Q の係数ベータが出てきますので、ベータは2個。えー、っていう。このまま計算しているわけです。ゴール0です。ゆえに、Q チルダーおいくつでございますか移行してください。1プラスベータのラージ Q くスモール Q 分のベータ。で移行しましたの、ね、で、マイナスアルファ、あ <laughs> 1プラスベータのラージ Q くスモール Q の2乗分の、えー、ベータ2乗。 2m+9。これが9チルダーの実現値。安定法って何なんですか統計力学では確率分布を考えて、その確率分布の規格仮定数として分配関数を考える。その分配関数が自由エネルギーです。で、その際に積分すると、指数関数の型がめちゃくちゃでかかったり、めちゃくちゃちっちゃかったりするらしいと。で、一番でかいところだけが積分。 いろんな値があり得ていろんな可能性があり得てその中で決まる暗点というものだけが一番寄与する一番寄与するってどういうことをしたら確率が一番でかいってことですよ確率が一番でかくてそれ以外の状態は確率的にほぼゼロあり得ないって言ってるってことは実現値なんですよ統計力学の統計という言葉にビビらないでください確率分布っていう言葉にビビらないでください 統計力学では暗転しか効かないので、確実にこういうことが起こるよってことを予言してるんです。でしょ。目の前の物理現象確率的に起こってます。いや、もちろんなんかランダムな。そのね。なんかブラウン運動みたいなのね。花粉と花粉を水に浮かべたらビビビン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 ってなりますけど、それ統計力学のあの n 無限大の話じゃない？n 無限大っていうのは何ですか？っつったら目の前にある。こういうね。ビーンと。落としてるんですけど、ペットボトル？ ですとかねいろいろあるじゃん食べ物とかあるじゃないですかそういう固体液体液体っていう風にたくさんのアボカドロ数個並んだ原子分子の集合体はどんな状態にありますか落ち着いてるよね揺らいでないよね確実にその状態にあるよねそれを予言するのが統計だから統計を用いて揺らがなないい確確実実状態を予言言してるるんですあら面白い統計のくせに確実に言えるのそこが推しポイントです で、はい、次、スモール l q についても、えー、微分します。9 2分の q チルダーってのがありました。第1項から、2分のアルファ1プラスベータのログの微分なので、分数になります。手前の係数、マイナスベータなので、マイナスが出てきます。そして、マイナス、2分のアルファ1プラスベータのラージ q 引くスモール q のマイナス1乗がありましたので、2乗分の。 2乗っていうのが出てきましてロー引く 2m プラススモール9プラス2分の α 分子にもスモール9ありますからこいつの微分っていうのが結果として出てきます1プラスベータののーージモル分ですで、えっと、何度も何度も計算してると覚えるんですけどスモール9の微分をすると必ず何かが消えますよし でこの結果を見ますと、故に、q チルダーおいくつですかって言うと、えっ、ー、と、ベータの2乗とアルファっていうのが出て、1プラスベータの、何度も出てくるね、このベのタのラージ9スモール q ってね、何かの意味があるんでしょうか。2乗分のロー引く2 m プラススモール q って。うんざりするよね、この塊。 こここののの塊、この塊、この塊、うんざりするよねなんか意味があるんじゃねえかなって思うでしょ <laughs> でしかも、えー、こんな感じでスモールーチルダーとラージーチルダーって出てきたんですけどなんか気になることにこれとこれよーく見ると同じなんですよこれとこれ。じゃあどうします足しますよね。よって。<laughs> ラージ Q チルダープラススモール Q チルダーっていうのをまとめます。そうすると、1プラスベータのラージ Q 引くスモール Q。やっぱりこの形で出てくるね。で、アルファのベータって出てきます。うん。なんか綺麗だね。<laughs> ラージ Q プラススモール Q チルダーと、ラージプ、スモール Q チルダーっていうのがあって、まあ、ラージ Q チルダーってなんかそれらの組み合わせで書けますよね。 重要なのってこっちだね、むしろ。っていうことに気づくんだよ。うちの研究室の諸君。<laughs> なんで先生はああいう式変形するんだろうっていつも思ってるでしょ理由がある。M でも微分します。マイナス M チルダーが出てきます。第1項かな第2項か。第2項から1プラスベータのラージ9くスモール9分の。 えっと、アルファってのが出てきて、イコールゼロです。これも移行すれば、u えに M、M チルダーイコール1プラスベータのラージ Q、イコール Q 分の、えー、アルファーベータってのが出てきます。のアルファ、ウソ、ベータですね。<laughs> ということで、それぞれ、アンテンのが得られる。れ嬉しいことに、あれですよね、解が一つの。 得るようにしましま、はい、でそうしますと今気づいたことですが、うん、先ほどからくちばしっておりますけど βlq' っていうのはなんかひとまとまりの重要なタームなんじゃないのって思うじゃんこんだけ何回も出てくると。でどうしますか文字で置きます、はい、って書きます。 まあこの解っていうのはまあ物理的な一応ですねんでしょう実体というか意味のある量なんですけれども一緒ここでは発見的にねラージ Q-smallQ の β をかけたやつっていうのはいつも出てくるので解っていうふうに新しく目印をつけておこうと思いました <laughs> さあこれがまずえ特にこっちのね左側のやつです左側のエネルギー法と呼ばれている でこっちのエントロピー項って何だろう何が入ってたろうっていうと実はこっちにはラージ Q スモール Q チルダ。あ <laughs> んあれ見たことある見たことないすか見たことないすかラージ Q プラススモール Q チルダさっきあったじゃん。そう。あれだよあれ。なんか綺麗にまとまんじゃねえって思ったこれ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 。ほら。 スモール Q チルダ、ラージ Q チルダっていうものを足し算すると、なんか綺麗にコンパクトになるんですよ。なるほどね、うまくできてんな。で、他にもスモール Q チルダのルート、M チルダ、うん。で、マイナスベータラムダの X のね、L1 なの。なるほど、じゃあちょっと待って、ちょっと待って。そこにちょっと意識を向けようか。え スモールキューチルダーのルートっていうのを使うらしい。なんかこれ見よがしにさ、2乗とか2乗とかね綺麗になりそうじゃねで、M チルダー足し算して、ベータがあって、次に考えなきゃいけないのは、あのエントロピー光だなで。エントロピー光もそうなんだけど、そもそもこのベータってなんだっけ何回も出てくるけど。君は逆温度っていうもので、 温度が低いときにはエネルギーが一番小さいとかコスト関数が一番小さいとかそういう状態を見つけようとするんだよね。なんで俺たちこの問題やってるんだっけって思い出してみます。ラストについて考えたいんだよね。ラストについて。で最小化問題を解くのがラストです。で物理ではエネルギーは温度が低いほど最小のエネルギーになる。 非常に低いエネルギーになるという性質を聞いたので、温度に注目するべきなんですよ。エネルギーがあって、温度があって。これ逆温度ってやつ。温度が0なら逆温度が無限大です。0分の1なので無限大です。だから、β が大きい時の話をしなきゃいけないんですよ。あ、そうだった。じゃあ、あベー β を大きくしようぜ。β 無限大のことを考えます。えです、っ <laughs> て考えます。 でそうすると、エントロピー項で出てきた積分のところに注目してみましょう。エクスポーネンシャルマイナス2分の1、ラージ q プラススモール q チルダの x2 乗プ、プラス、ルート q チルダの z プラス m チルダの x0x マイナスベータのラムダの x、うん、1ノルムだね、絶対値だね。よベータ大きくすんだよね。ベータあるじゃん。 指数関数の型にベータ。大きい数字。うんもしかして。でも先生、ダメです。Q チルダーとかが M チルダーとかあります。ラージ Q チルダーとスモール Q チルダーがあります。ベータじゃないです。見み。ベータ。ベータの2。ベータ。ほら。これ、見逃しにあるんだよ、ベータくんが。はい。これを見て、君たちは何も気づかないかねーってわけですよ。 ベータの M チルダーニューっていうふうに置き換えましょう。ベータに比例するんだよ、M チルダっていう謎の量は。じゃあ、そのベータの部分だけ抜き出そう。で、M チルダこの残りカスの部分ですね。残りカスの部分は M チルダとニューっていうふうに書きます。ラージ Q チルダとスモール Q チルダもよーく見たまえ。よいしょ。ベータ大きくしな。 いや先生、文法にもあるじゃないですか。β、l a ー g e q-small q ってなんか知んないけど、いつも同じだから、かいって置くんですよ。見るな !β に比例してる。ということで、β の、えー、まあ、なんか、2つ足し算するのめんどくさいから、じゃあ、こうしようぜ、q の入。<laughs> まとめちゃう。で、こちらさんも見ればわかりますね。β の2乗って書いてある。ああ、じゃあ、じゃあ、それ抜き出そうぜ、これ。 えー、ベータの二乗で、これ歴史的経緯もありますけど、解のニューチルダってか、オッケー、キューチルダにベータ二乗の解チルダ、ラージキュープラススモールキューチルダにはベータのキューチルダ、M チルダにはベータの M チルダを入れてください。そうするとですよ。おっと、ここの部分はベータのラージキューニューチルダです。 でこちらさんはどうなりますかっつったら、ルートがありますね。ベータのルート解のニュートプラス m ダのエックの x0 のニューって書かなきゃ分かんないよね。ックス x0 閉じ括弧。ほら、ベータでくくれたそしたら、あなたたちは何をするベータ、ベータ、ベータ。あったよ。 X で積分する無理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 ラプラス分布があるから無理ですよいややろうと思えばできますガンマ関数で書けます嫌でしょ面倒くさいでしょじゃあどうしますかっつったら β 無限大だっていう事実を使って暗転法やればいいじゃんそうすると指数関数の型の最小か最大化問題を解きましょうなるほどえそうすると何が起こるインテグラルなくなるエクスポーネンシャルが出るログとエクスポーネンシャルって消えるよね ということで、やらなきゃいけないことって、こういうことなんですよ。ベータ無限大では、ベータ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 、全部あります。中身は、マイナス2分の9チルダー、ニュー、X2 乗、プラス、ルートの解チルダー、ニューの、よし、Z、プラス、M チルダ、X、ニューだね、X、えー、マイナスラムダーの L1 ノルム、文字カッコ これのマックスを取れって言ってるんですよ。どっかで見たことないかこれの最大化し最大。マイナスマイナスマイナスってありますので、実は別会議にも出てて抜けます。<laughs> お疲れ様でございます。だみんな平日お仕事中でございますからね。それでもなおエンタングルして、それでもなおカーサネスねやつの状態を使って、えー、ね、みんなのためにですね、活動するっていうのがですね、 えーこれが QX4U シリーズのスタイルでございます。フォンタムユニバースの実現のために、ね、身を粉にして、身を粉にしてるのかな透明にしてるのかな波動関数にして頑張ります。はい、ステップアップ。今の話はエントロピー項で、そのエントロピー項っていうのは、よーく見てみると、最大化問題を解け。 でマイナスがあるマイナスがあるから別に逆にしてさ最小化問題にしたらよくないって。よーく見るとこれさ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 2次関数じゃん。二次関数。なんか懐かしいな2次関数があって2次関数なら何でもできんじゃん。平方完成しましょうもそうだし微分しましょうもそうだし。でこの問題ラストの何が嫌だっつったら。 じゃんその面倒くさい項と2次関数2二次関数プラス面倒くさいそれをかっこつけて非自明な関数とか言うんですけど難しいところと簡単なところで最初から問題解けてどっかで聞きませんでしたで最初からそう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 ,近接写像っていうエントロピー項がやってることは何かっていうと先日詰めれば近接者像と同じ計算をしています。 誰も言わない。X スター答えです。最小化問題を解いた時の答えのことをアーグって書き方俺好きじゃないけどね、教科書とかにはそう書いてあるからね。でどういう意味かを言います。最小化問題を解いた時の答えのことをアーグって言います。で何の、えー、最小化問題ですかと二分の一キューチルダアもうニュ,ーニューニューニュー書くのめんどくさいので書きまへんよ。 2, と2分の19チルダ平方完成したまえマイナス -9 チルダ分のルートイチルダの、A、z プラス m チルダの x0 とじかっこ2乗マイナスラムダ x の絶対値ほら印刷写像じゃん次関数 x-v って書いてたやつでまあ係数ありますけど割り算して9チルダ分のラムダっていう係数がありの L1 ノルムによる近接写像を解け これがエクスターの意味。じゃあ答え知ってるよん難判定式位置関数ソフトスレッショルディングファンクションを使って係数は Q チルダ分のラムダにして V の代わりに Q チルダ分の解チルダの Z プラス M チルダの X0 ってのを使えばいいよ。答えできた。じゃあ先生ラストじゃなくてリッチ回帰の場合どうなるんですかその時の近接者図を使いなさい。 じゃあ l1 ノルムじゃなくてなんとかノルムだったらどうするんですか？その場合の近接者像を持ってきてください。レプリカ法でなんとか自伝分布の問題がありました。どうやって解けばいいんですか？近接者像を求めてください。答えパスで,できます。暗算です。エントロピーの問題はもう暗算でいきます。 はい、というわけで、えー、ガンガンいきますよ。じゃあエントロピーの話、ね、ここの積分できました。x スターが何判定式位置関数になると言ってんだから、それを代入すればいいんだよ。代入すればいいんだよ。代入すればいいんだよ。なるほど、うん。で、私たちがやらなきゃいけないのは、ラージ q、スモール q、m、m、m チルじゃないね、これね。m で微分しました。ごめんなさい。これ m で微分しま で他にも分かってないのは、ラージ q チルダ、スモール q チルダ、ムチルダっていうのも適当な、ね、そのあれですよ、積分に入ってますよ。いろいろ積分が来てね、大変かもしれないですけど、これ、あんたが導入したんだよ、この積分。あんたが導入したんだよ、この積分。あんたが導入したんだよ、この積分。おいくつにすればいいですか暗転法だから、積分しないで、一番いい値を持ってきなさい。 微分ってきなさいってことは、Large ー t i l ールチルダ、e Small q t i l d e m t i チルダで微分してくださいって言ってる。じゃあ、微分するか、ね。これをもう一回見る。ここにはない、ここにはない、ここにある、ここにある、ここにある。ここあるエントロピー項にもあった。こっちの後半のことだけ集中して考えよう。エントロピー項にある x の積分は暗転法で消える。知っている。答えも出た。 あと、お前だ。2分の 9, 9チルダって昔の9チルダっすよね。新しい9チルダじゃないっすよね。スモール9とかスモール9チルダのこことかさ、なんかベータの2乗に比例するとかやったじゃん。それには書き換えてないですよね。あ、じゃあここちょっと書き換える必要がありますね。OK。そこの部分だけ、はい、ちょっと考えます。はい。2分の9、9チルダ。あ プラス、スモール、二分の一、Q チルダ d あ、マイナス、M、MM、M チルダ d っていうのがございました。ございました。で、新しいものを考えましょう。ラージ Q 引く、スモール Q ってのよくあったので、ベータをつけたやつは解っていう風にしたんですけど、ベータ一分の解っていう。え でそうすると、これを逆解きします。ラージ q 引く small q はベータの解ですというふうにしているので、そいつについて考えます。でそしたら、q イコールにしましょう。l a r g ベ q タ分の1の解というふうにで。これの意味は何かっていうと、ベータが大きいときに消えて、ベータ分の解が消えて、 ラージ Q とスモール Q がほぼ等しくなるよって言ってるんです。これはあのスピングラスの物理の方のスピングラスの、まあ、研究の成果からそうだよっていうことがよく分かっているのでこういうふうにパラメトライズしたっていう一応理由もあります。さてそれではこの2分の 1QQ チルダとスモール2分の 1QQ チルダマイナス MM チルダっていうのがありますので、えー、それぞれ書き換えを。 えー、行っていいいきたいと思いますまず、イコール2分の1、9、9チルダーですね。で、スモール9の部分にまず代入します。やり方です。まず、この事実を入れます。入れます。でそうすると、スモール9はラージ Q でかけるぞーって言ってるわけでしょ。マイナスベータ分の1の解っていうのもあるけど。 ラージ級でかけるぞーって言ってるので、1 2分の1ラージ級、うん、これラージ級が入るんだろう。ラージ級チルダ、スモール級チルダ、足し算しよう。なんか見たことあるぞこれ。ラージ級チルダプラススモール級チルダ。ちなみにこの計算をやってえっと動画に公開してるのは多分世界で初だと思います。 え論文ではこれをえっとこういうもんだとするっていきなりバーンって書いてあってよくわかんない計算が途中であってその結果だけ書いてあってなんでこうやるのどうやってやるのわかんねえんだけどって言って秘密の呪文にされてます。どの論文でもどうやったかは書いてないです。ずるいです。それを本法初公開。こういうふうにやってんだよ。バラしてやる。で、えっとそれは置いといて、えっと、スモール l q のとこに代入しました。 マイナスベータ分の1の解っていうのがありますので入れますね。マイナス2分の1のベータ分の1の解 Qt ですね。で、マイナス、ここは簡単だね。m m ーっていうのはありますけれども、ここ代入しちゃいます。何でマイナスベータの m m チルダのニーのュ u にしろっていうんだよ。ね、mt は、ベータの m チルダのニーのュ u ですっていう事実をここでもう代入します。 ここは別にそんなわけないです。で、次だ。もう見えてきてるでしょほらほらほらラ。ラージ Q のスモール Q チルダ。ここ3番目。何になるのベータに比例する Q チルダのニューです。イコール二分の一ベータのラージ Q スモール Q のニューチルダになります。これですね。 できましただベータに比例する形になってるんだよベータに。で次に二分のベー β 分の解の q チルダ。q チルダってなんだっけ ?4 番目。ってことはマイナス二分の 1β の解解チルダになりますはいここの4番目も同じように出来上がりです。 で結論どうなったのっていうと新しいパラメータチルダのニューっていうもので書いてったら全部ベータにベータにベータに比例する形で書けます。ねすべてベータが出るスケールって言います。で,あスケールで,すでこの計算ねあのここから一番上から一番下にいきなり論文ではバーンって書いてあって意味不明。 でそれで参入障壁を高めて、えー、他の人が入ってこないようにしてるっていうビジネスモデルですでなので今その参入障壁を下げるっていうことを最終回にして行いました <laughs> よし8分間に合うぞ <laughs> というわけで何ができましたかエントロピー項と、このね、1 2分の1救急チルダ、1 2分の1スモール救急チルダ、マイナス mm チルダっていうのがございますけれども、それらは全部 β、β、β、β に比例しているので、 それぞれのパラメータで微分してイコール0ってやるとその β に比例してますから全部落とすことができて温度とは関係ない普遍的な値が出てきます。あなたたちが知りたいのは何ですか温度が0の規定状態のエネルギーが一番低い状態でどうなるかが知りたいので β には関係ない答えが必要なわけです。 さて、それでは、うしょ、まだノートがね、続きます。あと3ページぐらいだと思います。ちゃんと間に合うぞっていう計算が成り立ちました。というわけで、コーヒー飲みましょう。一 <laughs> <laughs> 時になりますね。学府の会議は1時から始まっておりまして、我らが確立振幅さんの出番は2時15分ぐらいからだそうでございます。ねえ 会議にも出て、その会議が終わって、2って違うのは抜け出して、25分、私たちの代わりにですね、はい、の都市ソリューション拠点って、かなるものかって、していただく。よいしょ。それでは、うん、私たちは、うん、次のある研究を進めるために、学ぼうじゃねえか。ね、都立新福さんを。はい。 <ピ>ン <laughs> フフフフ。はい。よりですからね。ファイですよ。はい。はいって。サイン、ファイね。終って。では、いきます。ラージキューチルダでも微分しましょう。まず、えっ、ー、と、この手前のところですね。ラージキューチルダ、まあ、このキューチルダのニューのことですけれども、微分すると、2分の1ベータ9っていうのが出てきます。2分の1ベータ ね、で、<laughs> x とかありますね。で、x はこの答えを使ってねってわけです。これを毎回書くのめんどくさいから、x スターで書きます。でそしたら、ス2分の 1q t チルダーにかかってるのって、ここだよね、これだよねってことが分かりますので、微分してください。<laughs> でそうすると、ス2分の 1β がありまして、 外にあります、Z の積分、忘れないですね、X スターの2乗を入れます。でちなみに、この X スターっていうのは、この X スターっていうのは、Z に依存してます。これも注意してくださいね。Z に依存して決まりますので、X スターの Z って書かせていただきました。それの2乗です。こう書いてある。これ書いてある。 q チルダーの微分するとマイナス2分のベータの x 二乗でしょ。でこの x って x スターのことです。x スターは z に依存します。もっと言うと x ゼロにも依存します。x ゼロって何ですか。最初のデータの分布に従った x ゼロ値です。確率変数です。ってことは z で積分するだけじゃなくて x ゼロについても平均を取ってください。でイコールゼロです。 ゆえに、Q、イコールですインテグラル DZ のよいしょ、うん、X スターの Z を2乗してとじかっこ X0 これ何って言うと X スターって何ですかって言ったら X はその推定したいベクトルなわけでしょでその推定結果が X スターなんですよ実現するのはアンテンです すげえたくさんの確率的な要素があろうが N 無限大においては暗点しか聞かないので X スターっていうのがとにかく何回やっても出てくんのよ収束したら落ち着いたらこの状態に落ち着いたらどんな状態ですかつっしたらこれになるって分かっちゃったのよ X スターになるのよその X スターの2乗っつってんだから分散だよ推定結果の分散ですあらこんなことまで分かっちゃうのそうよ 推定結果のこれね面白いのが何で機械学習とか何で信号処理とかこの推定の問題とかね物理が出てくんのよっていう。物理って何原子とか分子とかが神様が勝手に決めたルールに従って動くアルゴリズムなんですよね。原子とか分子とかって何で動くんっつったのよく分かんないじゃないですか。物理法則だからっていう言い方も一つだし神様が勝手に決めたルールに従って動いてんですよ。 じゃあ神様がプログラマーだだってことだよでそのプログラム通りに動くのが原子分子ってことでしょじゃあ皆さんのコンピューターの中でプログラム組んでなんかその数字がパコ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 動くじゃないですかあれ何って言ったらあなた方が神様になってプログラムで指示を送って動かしている原子分子なんですよ。だから何かのアルゴリズムに従って動くっていうことは物理で予言できるんですよ。そのルールを適切に扱えば、まあ、理解してれば。 その通りやればどこに収束するかっていうのは分かるつです。分からないよね。物理でやってると神様っていう存在をなんとなくまあイメージするんですよね。信じるとかそういう問題じゃなくてそういうルールを決めた宇宙っていう存在があるわけじゃないですか。でそれは俺たち変えられねえんだよ。だけどねコンピューターの場合は俺たち変えられるんですよ。でも変えたとてそのアルゴリズムが物理法則になってその物理によって予言することができる範疇なんですよ。やっぱり変わらないんですよ。 くくなないい <laughs> 物理ってすごくない人工的仮想的なコンピューターの世界でおいても何が起こるか予言してくれんのあだから僕物理やってますコンピューター好きなんですよ僕高校生までコンピューターグラフィックやってたんでコンピューターの申し子の方だったんですよ物理なんて全然苦手でしたあがてん取ってましたた取っまよ。 だけどね高校3年生の時にね予備,校予備校の、えー、物理でねあの寸大の物理で坂間の先生っていうですねもうとびっきりファンキーなやつがですね物理を教えてくれてまあそういうことを教えてくれなかったけどただ自然法則ってのは面白いよっていう数学使ってねいろいろ解き明かすことができるよってことを教えてくれたのでそれで物理にのめり込んだんだよでそしたらコンピューターっていうものがまあ僕は好きで大学生になってで物理を学んでってでコンピューターとだんだん離れてたんだね だけど大学院生になって、まあ、統計力学をマスターし、学位を取り、卒業して、京大の情報学研究科に行って、お <laughs> 法ほうも統計力学で扱えるんだねってことに気づいてから、もう人生ハッピーでも。まあ、職場環境はそ,そんなのだったけど。<laughs> はい。え、チルダで微分します。マイナス2分のベータの解っていうのが出てきます。本当に、はい カイチルダーに、はい、マイナス2分のベータ書いてあります。で、カイチルダーにここです。カイチルダーここにありますので、こいつで微分してください。2ルートカイチルダー分の zx っていうのがポロンと出てきます。よし、じゃあその結果を使いたまえ。プラスベータ2ルートカイチルダー分のインテグラル dz、z があるよ、x スターも出てくるよ。 x0 で積分するのも忘れないでね、イコール0。移行しておいてください。ゆえに、解イコール、β は取っ払え、二分の一も取っ払え、ルート解チルダとかいう中途半端なのがあるぞ。ルート解チルダ、分の、インテグラル dz、z の x スターの x。んなんか、締まりのない、なや綺麗な解じゃないよね。と思うんすけど、ここもですね、ステップア よくやるって、丸4です。インテグラル DZ、これ何ですかって言ったらガウス積分。ガウス積分にその積分変数である Z っていうのがかかってます。これ。その時に相方となる関数 FZ っていうのがいたとします。ここでね、よいしょ。部分積分やってください。この dz ってエクスポーネンシャルのマイナス2分の 1z2 乗でございますのでそれを微分するとマイナス z ってポロンって出てくるんですよだからこれはガウス分布の積分する速度のところの指数関数のところの微分だっていう風に見れるんですよということで部分積分をやりますで部分積分やるとよいしょ 正面項は消えちゃって、DZ の F' の Z っていうのが分かる。微分しろっ,つって言ってです。相方を微分しろっ OK。で、イコール、<laughs> X スターは Z に依存しておりますよ、ねえ。そいつで微分してあげてください。ほいほい。実際そうだね。X スターは Z に依存してるよ。Z で微分するよ。 ルー,トキューあルートカルートチルダがポロンって出るよ。キューチルダがポロンって出るよ。はっはー、なるほど。だからお前手前にルートカイチルダってあるんだね。そういうことよ。キューチルダ分のインテグラル <laughs>、えー DZ。なんて書くソフトスレッショルドファンクションの微分っていうのを考えろって。なんか禁じメッセージ伝播法でもそういうのなかったっすかなんかチラ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 似てるね。似てるね。同じな気がしてきたよ。 ラージ Q チルダ、ルートカイチルダ、Z プラス M チルダの X0。もう覚えるぐらい僕計算しちゃったよ。はい、X0 でも平均取りたまえこういう結果が出ます。はい、M チルダの微分、そんな難しくないですね。M チルダの微分。M チルダの微分はここです。M が出てきます。マイナスベータが出てきます。M チルダの微分、X0 がポローンと出てきます。X が出てきます。ベータが出てきます。よし。 マイナスベータの m くんとプラスインテグラル dz が外にあるよ。で、x0、x スターの z に依存することは忘れないでね。x0 で平均取るのも忘れないでね。イコール0。じゃあ、行こうしな。UA に、m イコールインテグラル dz をしてください。x0 で積分してください。x0、x スター、z、閉じかっこ x ということで出来上がる,上がるどういう結果になりますか X スターという推定結果になりますいろんな場合に平均していろんな場合のこと考えたんだけども N 無限大でアンを使ってこの状態に確実になりますそれが私たちの作ったプログラムアルゴリズムラッソっていうものの未来です 打ち合わせ終了でで復帰お疲れ様でございます秋さん <laughs> みんな仕事しながらどうもありがとうございますほんでねえ回、ーはい、QM ってありますけれども X スター私たちの推定結果と例えばこれ重要だね現情報元の情報答え X0 と内積してるんですよ掛け算して積分していろんな場合を平均してますどれくらい現情報と元の情報と <laughs> 私たちの推定結果、X スター、それが等しいのかっていうことを比べっこしているように見えます。0 X スターの重なりですね。だから M ってすごい重要ですね。推定結果の分散が9ですね。はいって何なんだろうね。よく分かんないんだけど、何判定式位置関数の微分をすると分かるんですが、推定結果が0になったところは0です。推定結果が非0になった場合には、このあと部分は1になります。 つまり、ゼロ成分の個数を数えているのが解です。まあ、大きさで割り算してます。そういう、えっと、一応解釈はつけることができます。で、実際には何をするんですか ?Q、解、M、そして先ほど求めた Q、チルダ、スモール q チルダ、m チルダってありますけれども、それぞれ largeQ、smallQ とかのパラメータに依存してます。 ラージ Q スモール QM っていうのをここに代入するんですよ。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 こので、そうすると、新しいスモール Q チルダー、新しい M チルダー、新しい Q チルダーになります。で、そしたら、新しい Q チルダーとかスモール Q チルダーをここに代入します。ここに代入します。ここに代入します。積分してください。Z によって決まりますので、Z もサンプリングしてください。 乱数でガウス積分だからガウス分布で乱数作って x0 もガウス分布だろうから作ってで足し算するね積分する m と解と q っていう値を新しく更新しますそしたら q と解と m をまたここに代入します逐字代入法って言いますでそれをぐる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 回すと small q チルダーと m チルダーと large q チルダーの収束点が分かります でその収束点の結果と同じようにラージ Q 回 M っていうのも収束点につきますのでその結果を見てくださいそうすると答えとあなたの推定結果がどれくらい合っているかどれくらい合う見込みかアルファとかそのいろんな境界条件いろんな条件のもとで予測することができますこれがレプリカ法の結果なんか似た計算したね 臨時メッセージ伝播法っていうので推定アルゴリズムを作りました。でそいつが本当にうまくいくんですかうまくいかないんですかっていうの状態発展法っていうもので繰り返し反復することでなんか求められるらしいということを教わったんですよ。あれなんか今回も QM あれん状態発展法の方でも q o f t と m o f t って求めませんでしたっけ 近似メッセージ伝播法を何回もやっていくと時間発展して値が変わっていく推定結果が変わっていくまあ、いつか収束するんですけどその際の推定結果の2乗って見ませんでしたかその際の現状法との重なり計算しませんでしたか時間によってどんどん変わるんでしょしかして収束する値一緒見てみようぜ見てみようぜ 今の結果を状態発展法ステイトエボリューションと比較してみます。状態発展法。えー、皆さんのね、ノートにありますよ。もう記憶にないって言うかもしれないですけどもね。皆さんのノートにはちゃんと証拠がありますんでね。<laughs> それと比較してみます。比べる。ラージ Q。おいくつですかインテグラル DZ っていうのをします。 X ス,スターって何ですかソフトスレッショルデングファンクションっていうものを2乗してくださいと言ってる。なるほど。で、その時に、えー、何やんのーチルダーと、M、ラムダっていうのを割り算しよう。はは。で、ーチルダって何ですかっていうと、ーチルダーは、Q、チルダーは、えー、ここですね。ラージーチルダこれですね。 ベータなしよ。ベータなしよ。1プラス、あ、これ、解って書きましたね。1プラス解分のアルファ。なんだ、定数じゃん。じゃあ、第二しちゃえ。えっ、ー、と、ラムダと、ラムダと、Q チルダはアルファの、えー、1プラス解だよ。こういう状況です。で、丸括弧。中身を見てください。中身は、例えば、Q チルダ分の解チルダ、あ、M チルダ うーんと、かいちるだってどれこれだね。1プラスかい2乗分の α のローヒク 2m プラス9って書いてあるんですけど、ローヒク 2m プラス9って何これもよく出てくるんだけどさ、ローヒク 2m プラス9って何ローヒク 2m プラス9。ずっと前からさ、気になってるんですよ。ここにも出てきたの。ここにも出てきたの。で前にも出てきたの。ね、ローヒク 2m。 きずっと隙間取ってるこの塊って何ってこれなんだよ。ロープラス何ですか ?U02 乗です U0UA です U0UB です UAUB ですそうじゃなくて U0 と A を引き算して2乗した、まあ、平均値ですよ。U0 と UA って何ですかってったら変情報得られたシグナルとあなたが推定したものでずれを測ってる。 現状法とあなたの推定結果の引き算をして2乗するなら2乗誤差です。ああなるほど。2乗誤差か。あ MSE ってやつですか。ロー -2M プラス9ってのは。そうだよ。なんかステイトエボリューションでも MSE とかそういうもの計算しなかったっけって出てくるわけですよ。そうなるとははいここは、はい アルファ分の MSE の Z っていうことが分かります。ラージキュ Q チルダと、えー、カイチルダ代入します。そうすると、アルファ分の MSE ってことが分かります。MSE はメモしておきますね。ロー引く 2M プラス、よし、9です。で、プラス X0 です。なんでやねん。 Q チルダと M チルダを割り算して X0 にしなさいって言ってます。で、ラージ Q チルダっておいくつラージ Q チルダこれね。1プラス解分のアルファです。M チルダっておいくつ ?1 プラス解分のアルファです。同じじゃねえかよ。じゃ割り算したら1じゃねえかよ。綺麗に消えるね。コロン。で、こいつらを2乗してくださいね。2乗。 で、積分してくださいね。z と x0 でっていうのが、レプリカ法の結果です。はい、じゃあお次。現状法との重なり。インテグラル dz、現状法 x0、ソフトスレッショルディングファンクション使いつつ、α、えー、分のラムダの1プラス解でした。うん、丸括弧、α 分の mse の z プラス x0。閉じ括弧。 で、x0 について平均していく。っていう式でした。これがレプリカ法の結果です。きれいでしょで、きれいだなで終わっちゃダメで、皆さんのノートに書いてある、えー、状態発展法のステイトエボリューション、デンシティエボリューションの結果を下にコピーペーストしてみ。 心を無にして、えー、そのまんまコピーペーストします。インテグラル DZ、あ、眼積の中出てくんだね。難反転式位置関数、ソフトスレッションディングファンクションで、まあ、あの時は S って書いてたんですけど、ラムダアルファの1プラス、なんか V って書いてあるね。V の で丸括弧 x0 プラスえルートのアルファ分の mse の t って書いてあるん、ね、で、ルート、で、z って書いてあるって、閉じ括弧して、で、さらに x0 についても平均してください完璧、失致してんじゃん。<laughs> <laughs> x0、z、mse、アルファ分のアルファ分のラムダの1プラス v、こっちは解って書いてあるから、あ v のことが解なのね。あー、なるほど、なるほど。 で、下の方に m of t イコール、インテグラル dz、はい、皆さんの昔のノートを見てください。僕も見ます。状態発展のステートエボリューションの結果を書きます。x x0 の s のラムダのアルファの1プラス v の丸カッコ、x0 プラスルートアルファ分の mse of t の z を閉じカッコを、そんで x0 で平均しろ。 これがステートエボリューションの結果です。誰がどう見たって同じでしょ僕ない禁止メッセージ伝播法のアルゴリズム、具体的にその推定をするためのアルゴリズムの変形性能を調べるために、平均、分布を見たんですよね。メッセージの分布を見たんですよね。でそうしたら、この方程式を解いてください。 q of t, m of t, mse of t ってありますけど、これなって言ったら、はい、同じです。mse of t ってありましたら。これは、ローひく 2mt プラス、ラージ Q。同じじゃん。同じじゃん。先生、スモール Q です。違いますよ。あー、ごめんごめん。スモール Q とラージ Q って同じなの、ベータ向け。はい。これでいいね。うん、指紋一句一。一字一句。同じでしょ 多少の違いあるけどね。ソフトスレッショルディングって書いてたんだけど、こっちは、えー。ステートエボリューションで S って書いてたからね。ちょっと違うんだけど、意味同じじゃん何を言ってんのヒンジメッセージ伝播法のパフォーマンスを調べるために、ステートエボリューションという計算方法がありますで。そしたら別のレプリカ法というのをやってみると、同じように答えが一致してます。つまり、2つの方法で同じものを証明しました。 近似メッセージ伝播法という自然に駆動するアルゴリズム神様が決めた俺だよ神様が決めたアルゴリズムがあります。統計力学というのは自然界の本当にいる神様いるかもしれない神様っていうのがいて勝手に作り上がった運動方程式とか勝手に作り上がったシュレーディンガー方程式とかのルールに従ってアルゴリズムに従って駆動するものを予言する学問体系です。で同じじゃん神様が違うだけでしょ俺が神様なんだよ。 で、俺が禁止メッセージ伝播法っていうのを編み出して、それでバーって世の中を動かすわけですよ。で、そうしたら収束先どうなりますかっていうことを、ステートエボリューションで予言した、レプリカ法で予言したんですよ。で、そうしたら同じ結果になった。素晴らしい。異なる方法で未来がどうなるかを予言することができた。素晴らしい。なので、もしもアルゴリズムの禁止メッセージ伝播法の、もしくは近接写像法の、えー、パフォーマンスを知りたいっていう方は、 ステートエボリューションやる。本当に合ってるかな心配。じゃあ、レプリカ法をやる。一致した。俺の計算間違ってない。論文書いてください。投稿してください。出版です。アーカイブの時はテンション上がるかもしれないですけどね。えー、論文最後まで投稿する。そして出版するところまでお仕事ですからね。そこで気抜くとダメですからね。っていう、えー、検算の方法ができました。で、歴史的には逆です。今回の授業、逆にやってるんですけども、歴史的には先にレプリカ法があります。 レプリカ法では具体的に何でそのシステムを動かすか、どんな方法で推定をするかは一切言ってないんですね。ここがポイントです。レプリカ法は理論的性能限界というものを言ってます。つまり何をどうやっても自然には抗えないわけね。何をどうやっても熱力学第二法則には抗えないのと一緒で、何をやっても自由エネルギー最小の状態にまでしか行けないんですよ。 だから理論的性能限界を言ってるのがレプリカ法です。なんだけど世の中の私たちはそのレプリカ法で理論的性能限界っていうのがあるんだったらその限界に達成する最高に良いアルゴリズムが欲しいじゃないですか。最高にうまく推定をするアルゴリズムを使うべきですよね。でその実現するためのアルゴリズム is 何ですかっていう問いが残るんですよ。理論的にはここまでいけます。とある方法ではここまでです。とある方法ではここまでです。 で、しょでその理論性能限界まで達するような最高のアルゴリズムを作るために工学部の人たちが頑張ってんだよ。だけどね、このね、統計力学がまつわる問題ってのはすごくて、レプリカ法で決まった性能限界は絶対超えられないの。で、超えられない、しかもそこに達成するアルゴリズム is 近似メッセージ伝播法なんでしょ近似メッセージ伝播法で 最後どうなるかっていうのはレプリカ法の結果と一致するということは最高パフォーマンスのアルゴリズムは禁止メッセージ伝播法なんですだから自然科学じゃないや、えっと、情報科学で何かしらの推定の問題があったとしますレプリカ法をやったとします解けたとしますそしたらそこに達成するアルゴリズムは直ちに禁止メッセージ伝播。 本当に状態発展法やってみな同じ結果になるから同じ結果になったら安心するでしょ同じ結果になるっていうことはそこに収束するってことでしょ近似メッセージ伝播法は N 無限大にあたらそこに収束するんでしょっていうことはレプリカ法と結果一致するんだから性能限界そこに達成する具体的アルゴリズムそれが一致することも示すことができるので完膚なきまでに完璧な結果になります。 だから、情報統計歴学スピングラス理論をやって、情報科学の問題に取り組むと、論文が書けるって。だって誰も文句言えないんだもん。理論的に、ここまでしかいけないっていうやつを、本当に達成して、本当にその最高パフォーマンス出すんだぜ。じゃあ、そのアルゴリズム、売ってよっていうレベルですよね。最高に良いアルゴリズムじゃないですか。そうだよ。売れ、売れ。使え、使え。だから、情報科学っていうのは、禁止メッセージ、伝播法。 ピングラス理論を使ったアルゴリズムを追い求めるんで,すよでもちろん個別具体的にやってみるとシステムサイズそこまで大きくないですとか何かしらのまあ実際の問題とこの理想的に書いたモデルとのちょっとしたズレがあるのでもうちょっと上げる余地があったりはするんですけど少なくとも数式の上では完全に一致してもうそれ以上超えられないっていう最高パフォーマンスのアルゴリズムになっておりますので自信を持ってご提供ください。 っていうぐらいすごいのよ、近似メッセージ伝播法。だからね、みんなね、使えるようにした方がいいよ。それで大学院卒業して就職してさ、えー、なんかエンジニアとかになるんでしょソフトウェアエンジニアとかになるんでしょで、何か信号処理とかするんでしょじゃあ、近似メッセージ伝播法書きな。書ける人そんないないないよ。でな、なんだそのアルゴリズムはって上司に言われてみな。えー、これは、えっ、ー、と、世界最高のアルゴリズムです。マジかよ。なんでお前そんなこと言えんだよ。証明できますって証明してあげな。ね。 これが大学院を卒業するっていうことなんじゃないんですかね。民間企業に勤めるんだったら、このアカデミアの学問を後を世の中に染み渡らせてくれよ。皆さんの力で。よろしく頼むよ。はい、で、えー、何でもかんでも、えー、完全に一致しております、えー。レプリカ法を再現しております。で、 まあせっかく時間が余ってるのでもう少し言いますとこの結果はレプリカ対象性を仮定した答えというものですまあ途中でやりましたよねレプリカ対象界考えましたでレプリカ対象界っていうのがあるならレプリカ対象性が破れた解っていうのもあるんですかっていう問いが発生しますよねありますレプリカ対象性が破れることもあります破れないこともあります破れない範囲で最高パフォーマンスです 破れるような答えが出るときにはこれよりももっと高い精度推定精度を持つアルゴリズムが存在しても良くなりますが <laughs> すっげえ時間のかかる難しい問題になることが基本ですのでリーズナブルに、えー、いいパフォーマンスを出すアルゴリズムはって言われたら近似メッセージ伝播法です。じゃあどうするもうここまででいいじゃん。 <laughs> レプリカ対象性の破れとかそんなの考えます考えますよっていうのがまあ現実的なところなのかなと思いましたのでえ今回の講義でもですねレプリカ対象性の破れまでは扱わなかったわけです2年前のスピングラスの順それこそノーベル物理学賞を取られたジョルジョ・パリージが現れまあ行ってノーベル賞を取ったっていう年翌年の大学院の講義は翌年じゃないその年かなその年の講義は えー、レプリカ対象性の破れまで扱ってますので、えー、もしも破るとしたら、レプリカ対象性を破るとしたらどうなるのかな、みたいなことをね、試しに勉強したいという方は、そちらの方のね、アーカイブを見ていただければと思います。いやー、終わるかと思ったんですけれどもね、見事に終わらせることができました。言われたんですよ。延長できませんよって。この後の講義があるから、延長できませんよってね、えー、関係者に言われたんですけれども、間に合ったよ。ね、無駄な雑談がなければ。 終わらせることができた <laughs> まあもちろん添え字が多いし、まあ、慣れない計算もたくさんやりましたのでまだまだねあの自信がないというか納得いかない部分も多々あるかとは思うんですけれども、えー、これがね一つの型でございますので、えー、ぜひともね34回はまずはやっていく最終的には157回ほど私が人生でやってきましたので、えー、それをね取っていればと思います。 ちなみにここら辺の計算に関しては、立教大学で、うん、と集中講義統計力学っていうのをかつてやったことがあるんですけれども、そちらも、えっ、ー、と、何でしょう、20分ほどの、えー、ライブではなくって、録画した、えー、動画で、えー、提供しておりますので、そちらを見ていただいて、また違う角度で、えー、説明されるかと。ですので、それも参考にしていただければと思います。152回から157回に増えたのは講義で予習した分です。<laughs> お疲れ様でした。今年度の講義は春休み中にもう一度、もう一週ほどしないとですね、その通りでございます。一週でもしていただければと思います。まあ,あ、ね、あのね、きっちり15回の授業っていうのを全部追うってなかなか難しいんですけどね、えー、でもそういうのをね、追いかけるっていう習慣を身につけると強くなるで,で、まあ、春休み中にね、えー、2日に1個とか3日に1個とかなんか自分で決めた時間、ルールっていうものをね、設けて、勉、えー、学に努めるですね、習慣っていうのをね、逃さないように。 していいただければとはい、<laughs> すげえな、7分早く終わったよ。<laughs> というわけで、えー、多分ですね、確率新服さんが、えー、会議に今出られて、えー、いるところでございますね。なので、えー、気持ちで、気持ちで <laughs> 応援してあげましょう。ありがとうございます <laughs> で。春休み追いかけていただければと思います。あのー、ね、まあ、やっぱり自分の手で、ね、やり直してみると、 えー、果たしてどうかっていうのはねやってみないとあの分からない、えー、ど,どこら辺が本当に難しかったのかとかね分からないところはあったりしますので、えー、ぜひともですね自分の手で再現できるように注意していただければと思います海がいっぱい出てきたので僕も海洋圏で頑張りました何言ってんの <laughs> 確率新福さん元気玉あい前流れだね海洋圏の元気玉、えー、オラに元気を分けてくれってこうやって手をねあの もしも確率振幅さんが挙げていたら受け取れるように皆さんのね、パワーをね、送信していただければと思います。ぜひよろしくお願いします。さあ、そういうわけで、えー、講義の時間終わりました。<laughs> 本当はあと6分くらいありますけどね、えー。というわけで、明日の5時からのイベントの宣伝をさせていただきますけど、c ンタムコンピューティング 4U The Second Chance という、ね、イベントが、えーね、金曜日、明日の夕方5時から始まる で僕のウェブページとか YouTube の,この内容欄のところにですねそのイベントのウェブページもありますし、えー、フォーム登録フォームもありますのでぜひとも興味がありまして無料でございますのでいただければと思います、えー、このなんだ大学院の講義みたいな公開伴奏型生配信授業でございましてプログラミング講座ですだから皆さんもね、えー、何でしょうプログラムする準備を整えて Google コラボラトリーをついて でそれで、量子コンピュータ、IBM 製のね、マシンを使って、実際に量子コンピュータを操作するっていうところで、初回始めます、えー。量子コンピュータの量も、うもしも知らないよっていう方はね、全然結構でございます。コンピュータでございますから、知らなくても触れるっていうところがポイントでございますので、えー、ぜひともですね、振るってご応募いただければと思います、えー。これがね、無料でございまして、無料なんだけれども、グループワークができて、アプリを作ることができて、でもしもそのアプリがワンチャンすげえものができたら、これでスタートアップ企業を創出するとか、えー 学術研究に励んで論文書くとか学会発表するとかそういうもしもチャンスが生まれるような優れたものができたらもちろん自分じゃそんな作れないよって思うかもしれないですけどグループワークですからみんなの力を借りて自分の力を試して作り上げることができます。 もしもそういうチャンスに恵まれたら私たち東北大学量子ソリューション拠点が全力で支援します。金でも人でも物でもねってわけですね。そのために今、確率振幅さん頑張ってくれてますんで、えー、そういったあの支援をするためのイベントでもありますので自分を変えたいとかね、まあ、自分を変えるってうか自分の可能性にチャレンジしてみたい。本当は興味があったんだよねこういうことみたいなので多分あると思いますのでそういうチャンスとして。 利用していただければと思いますので、えー、ぜひともですね、参加、無料でございますので、いればと思います2月2日、明日から、えー、1回目、2回目来週、3回目再来週、4回目、えー、出張中だけどやる、<laughs> 5回目もうやる、もう5回やる、<laughs> 5回はやるで。3月の半ばの土曜日のお昼かな、えー、午後に、えー 各編と称してグループワークで集まった仲間たちで、えー、いろんなアプリこういうゲームを作れるとかこういうサービスが作れるとかそういうディスカッションをしていただいてそれをお披露目していただくプレゼンテーション大会っていうのを3月に行いますで卒,業試験卒業試験は5月量子コンピューティングエキスポの裏番組でやります裏バレんだろうなーって感じですけどね去年もそうしたんですけれども量子コンピューティングエキスポっていうのがありましてそれに、えー、みんなの えー、作品とかですね、卒業試験と称して、裏番組としてぶつけますんで、どっちが盛り上がるかっていうね、どっちが盛り上がるに決まってんだろうということで、新しいサービス、えー、プロダクト、ソリューションを作る、えー、きっかけにしていただければと思います。で、それができて、ね、卒業しましたっていう方々には、オープンバッジ、東北大学のオープンバッジを申請しますので、皆さんは量子コンピューターを使うスキルがあるよってことをね、我々が、えー、保証するというか。 えね、認定いたしますのでそういう意味でリスキリングであったりとか、まあ、再就職は転職であるとかそういった自分の今いる場所を切り替えるようなチャンスと、えー、学生さんにとっては就職するための一つの何かね手がかりにするとか、えー、自分のキャリアプランを考えるえときっかけになればよいかなと思いますのでそうしたところの支援もさせていただきますので何卒よろしくお願いいたします。というわけで最後にプロモーションムービーを流してお疲れ様と。 とといいいうことにしたいかなと思いますちなみに最終回なので一つ豆オくんがなんかうまく描けない頭と体のサイズ比が悪いことがあるんですがはありますか豆 <laughs> オくんの描き方どう描いてんの俺豆オくんの描き方まず丸で結構くびらせるっていうのがポイントですで縦に描くで手は控えめに描くっていうのが <laughs> というわけです。<laughs> これが書き方です。で、豆仙人は同じようにくびらせて書いて、えー、ひげを先に書きます。<laughs> で、胴体あの、付け足しのように後にしてコ、はい、えー、ロビンソンさん、すみません、よく分かってないんですが、途中の安定方程式の Q プラス Q と M チルダーは同じ計算結果になるのですね。そうなんですよ。たまたまこの問題に関しては、ラージ q チルダー、スモール q チルダーと M チルダーですね。なんですよ。 なのでこの結果日を取ると1になります。はい。激しく可愛いありがとうございます。この豆くんもね、あれなんですよ、もともとはね、ドラえもんだったんですよ。黒板に無駄なものを書かないと、学生たちが板書に追いつけないっていうことを見つけたので、じゃあ、無駄なものを書こうと思って、最初にこうやってドラえもん書き始めたんですよ。でそしたら、延々とこう書き続けるので、終わらないっていう話になって、やばいなーってなってね、今だって書いてるでしょ。 終わらないなーってなったので簡略化して簡略化して簡略化したのがマメオくんです <laughs> はい、というねあのエピソードもあったりしますはい、実は僕もバランスを取るのに苦戦してましたこれね寸大の時の学生さんのアンケートもそうなんですよあのマメオくんがうまく書けません <laughs> 複数人からでマメオくんがうまく書けるようになりましたーってねあの最後の12月ぐらいの授業のアンケートでは書いていたで多分ねあのだんだんと えー、うまく書けるようになるんだと思います。ありがとうございます。ケンイチ君とマミオ君、コラボしてましたね。そうなんですよ。ケンイチね、俺、書けるようになったんですよ。あの、インタビューに来ていただいて、で、その時にね、ケンイチ書けますよっ,つって書いて、それでプレゼントして、で、その時にマミオ君も添えて、えー、それがあの先週のポッドキャストに配信されたかと思います。はい、名残惜しいでございますけれどもね、次の授業もありますんで、えー、大学院の授業はここまでとしたいと思います。どうもありがとうございました。1年間お疲れ様でした。15回走り抜いた皆さん、 えー、お疲れ様でございます来年度は何の授業やろう毎年大学院の授業の内容変わってまいりますのでね、来年度は全然違う内容になるかもしれませんのでこうご期待でございますどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございましたお疲れ様ですそれではまたねー隔離新福さんがんばれーありがとうございました